トラップは、フランス、イルド・フランス地域圏、リブリーヌ県のコミューン、ベルサイユの西およそ8マイルに位置する。トラップとは、ケルト語で、人の住むところを意味する、トレボーに由来する。これが時代とともに変化し、6世紀の検証では、横領として、トラーポと記された。1911年に撮影された、サンイコールカンタンコ古い蒸気機関車の車庫パリから、ドルー、 シャルトルへと向かう日本の主要ローマ街道がトラップの地を通過していた。中世のトラップは商人の町として名高く、トラップはビル・ダムラリス5箇所の門で通行可能な古い中世の要塞都市であった。17世紀以降のトラップは王領ベルサイユに近接した。ベルサイユ宮殿の噴水に供給する水道設備のため排水溝、溝、池を作る必要があった。 サンイコール簡単庫はこのために1677年から1678年に来られたものである。19世紀から20世紀にかけ、鉄道路線が敷かれ、トラップ駅や操車場が作られた。こうして、国内の主要鉄道中心地となった。しかし20世紀初頭のトラップは、穀物やビート、野菜を栽培する人々が1000人ほど暮らす農村に、過ぎなかった。1852年。 アンリ・ジハールが蒸気機関を利用したパリートラップ間の有人飛行に成功した。1935年にトラップに作られた線形庫と操車場を中心として国内の鉄道ハブ地となり、ブルターニュ出身者が労働力として多く移り住んで鉄道員の街へと変貌した。デビレジェスでカシニーをコミューンズ・ディ・ウジャードヌイ。2009年11月16日閲覧。 リーセンスメントデラポピュレーション AU1ER ジャンビエ20072010年1月2日閲覧ありがとうございます。